じゃあ行きましょう。行くよ。一出ろ一出ろ一出ろー。あー3がボーンでゴールに行って戻って、1回休み誰かに懺悔する。あ、懺悔か。私休んだっけさっき。そんで、あ、休んでない休んでもない。最悪のやつ。休んでない。聞こうか。最悪の懺悔。懺悔を。本暇の懺悔、うん、なんかある。これ個人的な懺悔でいいかな。 あのこれ申し訳ないな。あの、クザーになんだけど、うん、え、俺そう、前あの独自音社で、あの収録で元気さんとかリハーサルかなんか行った、違う、歌のね、収録かな、なんかしに行った時に、ヒロが唐揚げくん食べてたんだよ。で、クザが唐揚げくん美味しそうだなって言ってて、ヒマがあげたやんね。もらったかも。そう、あげたやつ、あ、落としたやつ。ごめん俺美味しいとか言って食ってたのそう、ほんマジで言ってる。そう、悪いやつ、このデブ言っただから、その後になんかいつもだとうまいとか言うのに、これお腹空いてたんだよなって言ったから、心があ、ちゃんと罪悪感感じてた。そう、罪悪感感じて今まで隠してた。最低やったな。大丈夫、ちょっと落としただけだから。ちょっと落とすも落としたに変わりはないんだよ。いや、すぐ取ったから大丈夫。取ったって3秒レール。取ったってことは何かついたって言われて何かついてはいたんだ。あっと思って。よく差し出せるないや、どうしても欲しそうだった。いや、そんな欲しがってないけど会議だな、これは。そうそうそう、まあ、家の中だからね。で、一回休みか。